ナンバーアイの香水イベント CM 安全性を考慮し上映中止、ファンからの期待感と安全対策の狭間での苦渋の決断。化粧品ブランド、イブ・サン・ローラン・ボーテの香水、リーブラを PR するために結成された新ユニット、ナンバーアイ。平野仕様神宮寺裕太、岸裕太によるこのユニットが、 東京表参道ヒルズで開催された香水イベントの CM 上映を安全性を理由に取りやめるという驚きの発表がありました。この記事ではイベントの経緯と中止の理由、そしてファンとの交流から見えてくるナンバーアイの人気の凄さに焦点を当てます。イベントの背景。 20日から雑誌、ウークジャパンの公式サイトにてナンバーアイがイブサンローラン・ボーテの香水リーブラを PR する動画が公開されました。この動画を使用して表参道ヒルズで香りを体験できるイベントがスタートし、初日から多くのファンが集まりました。しかし、21日からは混雑が予想され、動画の放映が見合わせられる事態となりました。 22日になると、イブ・サン・ローラン・ボーテの公式アカウントが、ナンバーアイによるスペシャルムービーの上映を混雑のため終了させると発表。これにより、予定されていた上映は中止となり、イベントは26日まで続くことが予定されていました。安全性への配慮と謝罪。公式アカウントの発表では、お客様の安全性を考慮し、という言葉が強調され、 ファンへの配慮が感じられます。特に祝日や週末はさらなる人出が予想され、これにより混雑が懸念されたことが中止の理由として浮上しています。イベント主催者はファンに向けて楽しみにしていただいた皆様には誠に申し訳ございません。と謝罪の言葉を述べています。 中止の決断は苦渋のものであったことが伝わり、安全性への真摯な姿勢が強調されています。これに対して、フォロワーからは、残念ですがしょうがない、安全が最優先ですね。ファンとしては残念だけど、理解できるといったコメントが寄せられています。ファンの反応と期待感。一方で、この中止に対するファンの反応は様々です。 中日スポーツによれば、フォロワーからは、改めてナンバーアイの人気の凄さを痛感します。最高にかっこよい動画だったので、現地であの空間で見てみたかった、といった声が上がっています。これは、ナンバーアイが独自の魅力を持ち、ファンの期待感を一層高めていることを示しています。 中止の発表にもかかわらず、イベントに対する熱狂は衰えず、逆に中止のニュースがファンの関心を一層引き立てていると言えるでしょう。これは、ナンバーアイがすでにファン層を囲い込み、その存在感を際立たせている一環と見ることができます。ナンバーアイの人気の源泉ナンバーアイの人気がこれほどまでに高まる背景には、彼ら独自の魅力が大きく寄与しています。 平野紫耀、神宮寺勇太、うじゆしたといった個々の実力派アーティストが結集し、新たなユニットを形成したことが大きな話題を呼び起こしています。これに加え、それぞれの個性が見事に調和し、ファッションや美容、エンターテイメントといった多岐にわたる領域での活躍が注目を浴びています。特に、 香水イベントの CM においては、その破壊力あるムービーが話題をさらいました。コメントにも、地上波で流れても画面から離れられない自信あります、といった言葉が見受けられ、ナンバーアイのパフォーマンスが視聴者に深い印象を残していることが伺えます。 ナンバーアが PR する香水イベント CM の中止は安全性を最優先に考えた結果であり、イベント主催者の責任ある判断が感じられます。ファンの期待感と中止に対する理解の両立は、ナンバーアイがすでに確立したファン層とその魅力を象徴しています。 一方で、中止を機にファンの熱狂が一層高まり、ナンバーアイの人気が逆に加速していると言えるでしょう。これは、アーティストたちの実力と個性、そしてそのパフォーマンスによって、一大ムーブメントが生まれつつあることを示唆しています。今後のナンバーアイの動向が、ますます注目を集めそうであり、その展開に期待が高まります。 安全性への配慮とファンとの一体感を大切にしながら、彼らが新たなエンターテイメントの可能性を切り開いていくことに期待が寄せられています。